28歳 OL、 定職に就かない男との結婚に悩んでいる。今夜はそんな女からのご指名だ。なるほど。まあ結婚カウンセリングなんてのはホストの仕事じゃないが、例えば買い物で言えば、迷った挙句に買って心から満足したことが一度でもあるのか。それはどんなことをしても手に入れたい、そう思えたものだけに金ってのは使うんだな。レイジちゃん。ところでお客様、このレイジはお買い上げいただけますか。一点限りの限定品、今なら漏れなく安らぎがついてくる。あーかわいい。ねえ触っていい？お耳がぽよんぽよん。悪いな、これが俺の仕事なんだよ。シャンパンタワーいただきました。ありがとうございました。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、踏んづけても踏んづけても水泳のアクア、頑固でしつこい油汚れによく似てる。それいけアニマルソルジャー、出撃アニマルソルジャー、サコッチアニマルソルジャーはデビル猫化石で世界征服を企む悪の組織フロシャイムのぬいぐるみ型怪人で結成された恐るべき殺戮集団である。もう話してはい、僕たちならではのレッド摩擦計画を練るよ。うん、後ろから大釜でバッサリ。それじゃ普通すぎんじゃない。そっか、あ難しいな。アニマルソルジャーの一員ピーちゃんカイは改造マニアである。自分で自分を改造することを抑えられないのだ。どこへ行こうとしているのピーちゃん。バンプ将軍のさっと一品、皆さんこんにちは、バンプです。すっかりおなじみのこのコーナー、今日は第4回目。今日も張り切ってお料理しましょう。さあ今日のお料理は相変わらずとっても簡単、トマトトースト。それじゃあ材料の紹介、まずは食パン、あとマヨネーズ、あとトマト、以上ね。じゃあ早速お料理、まずは食パンをトースターで焼いて、トマトはパンが焼き上がる前に切っちゃいましょう。大きさはお好みで、厚くても薄くてもあなたの好きにしちゃって。パンは焼き上がった。焼き上がったパンを取り出して、パンにマヨネーズを塗って、量はお好みで。マヨネーズを塗ったパンにさっき切ったトマトを乗せたら出来上がり。とっても簡単、トマトトースト。やりそうでやらないでしょこれって。マヨネーズを塗るのはバターよりめんどくさくないから、一人暮らしのあなたにもぴったり。カリ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 、フラットマット。ほらほら、タイザ君ボロボロこぼしちゃってるよ。
様、買ったんですか？見せてくださいよ。ちょっと待ってて。ほら、高齢者向けの楽ちん本。ゲイラスコに着メロ入れてもらったんだよ。ちょっと待っててよ。ほら、流行ってるんでしょこの曲。羞恥心。あ、もしもし、かよこさん。パープさん、どうしたんですか？携帯買ったんで電話してみたの。ついに買ったんですね。そうなの。どうかと思ってたけど、やっぱり便利だね、携帯って。そうバンプさん、私バンプさんに聞きたいことがあって。おでんの作り方？煮込むときは蓋しちゃダメ。練り物が膨らんじゃうし、つゆが濁るから。あと冷めるときに味が染みるから、煮込みすぎちゃダメよ。火はつけたり消したりするの。はい、また何かあったら携帯にかけて。はい、じゃあね。バンプ様、今日の夕飯何にします？バンプ様、電話で分かったかな。え、やっぱりちょっと心配だから行ってくる。私どこへ行くんですか？おでん。こぼばき、こぼばき。じゃあ今日はおでんにするんですか？ちくわぷる。わざわざ来てくれたんですか？でもごめんなさい、すぐに帰ってもらわないと。実は今からお客さんが来るの。あの人の先輩が。先輩って？正義の味方よ。それも二人。おでんはそのおもてなしで作るのよ。じゃあ私帰った方が身のためだね。やだ、来たわ。バンプさん隠れて。畳の部屋の仕入れが空いてるわ、早く。はい。いらっしゃい。俺だよ。あら、先輩は？駅で待ってたんだけどよ、来ねえから。もしかしたらもうこっちに来てるかと思ってよ。そうバンプさん来てるわよ。どうも、こんにちは。何してんだよ、人んちの押し入れで。あんたの先輩が来たと思ったから隠れてもらったのよ。何しに来たんだてめえは。お宅のおでんが気になって。気になんじゃねえ。電話だ、ちょっとすいません。はい、もしもし。上だ。間違ってますよ、私フロシャイムのバンプというものですが。いえ、間違いでした。なんで着メロが羞恥心なんだよ。っていうか、お前いいから帰れ、先輩来ないうちに。俺が言うのもなんだけど、立ち悪いからよ、あの人たち。じゃ、かよこさん、お邪魔しました。またいつでも遊びにいらして。はい。はい、じゃねえだろ。やば、来た。おい、もう一回お尻に隠れろ。おい、レッド、入るぞ。お久しぶりです、兄弟戦士アバシリンのお二方。どうも。おい、久しぶりだな、レッド。はい。相変わらずでかいですね。カヨコさん、ちょっと見ない間にいい女になって。あれかな、毎晩レッドとちょめちょめちょめかな。やだ、もう走ればさんたら。ちょめちょめ。ゴールドさんはウイスキーは飲まれるのかしら。何言ってんだ、ミネコ。ミネコ、何でも飲むっしょ。ほら、いいから、いいから。ほら、カヨコさん、こっち、ほら去って。そうですか、じゃあ失礼して。おい、カヨコ。あららら、いいからいいから、俺らに気使うなって。で、今日はなぜ北海道からこっちに。それよ、東京で怪人でも狩ろうかって思って上京したのよ。でもな、収穫ゼロったく。逆にあれだね、都会の怪人はあれだね。そう、あれだよ、お利口さんつうか真面目くんつうか。ほんと、北海道の怪人はみんなやっちまったからな。ボコリテ、正義の血がたぎってしょうがねえよ。北海道って言えば凶悪とされる悪の組織デスヒグマ団があるんじゃ。やっちゃった、とっく。こいつな、酔っ払ってデスヒグマ団の寝込み襲いやがって。そういう兄貴だって後ろから来て、後から来てさ、もうボッコンボッコンに、怪人ボッコンボッコンにしてたじゃん。後ろも前もボコボコだよ。ほんと立ち悪いわ。こっちの怪人は力がねえな、力。力と書いて力。正義の槍場がねえ。どうしよう、見つかったら私ただじゃ済まない、きっと。あ
なんか鳴ってねえか。あのバカ、気のせいじゃないですか。バカ、聞こえてんじゃねえか、おら。周知心だな、周知心。どうしよう、どこ押せば電源切れるんだろう。買ったばっかりでまだわからない私。ああ、あえて今周知心か。ああ、それ私の携帯です。カヨコの携帯ですって。ほら飲みましょうよゴールドさん。あららららら、ら、ミネコの携帯だったか。あれ出ないの。あ、いや、お客様がいらしてるのに。あ、ちょっと失礼。え、ささ、ビールもう一杯どうぞ。あ、バーボンの方がよろしいかしら。シルバーさんもおでんどんどん召し上がって。おりゃー、どこ行ったんだろう、パンプ様。携帯鳴らしてるのに。ん、この音。あ、パンプ様。あららららら、どうしたオイレッド。おい、今の音なんだ。いや、大きなネズミがいまして。私、北海道には絶対行かない。絶対。ほう、北海道行きたい。行かない。ああ、その後バンプ将軍の楽ちん本にレッドからのガラス台請求があったのだった。